ようございます先輩。はあ、暑か。水やり上手くなりました？私やった、褒められた。はい、先輩もどうぞ。何照れてるんですか？私の部屋みたいって言われてもな。好きに使っていいって言ったの先輩ですよ。いいじゃないですか、どうせ二人きりなんですし。ああ、夏休みなのに部活しか予定ないな。先輩って何か予定あるんですか？野菜の収穫？そういう予定じゃなくて。いえ、すっごく大事な用事ですよね。収穫楽しみだな。それで、いつやるんです？夏休みの終わり頃ですか。はい、ちゃんとノートに書いときました。どうです、真面目な園芸部員らしいでしょ。先輩はもっと感謝してもいいと思いますよ。廃部寸前の園芸部に入ってきた可愛い後輩に。ちょ、なんで黙っとうと。もう黙った。方言可愛いとか嫌いです、そういういじり方。先輩の意地悪。夏休みで誰もいない学校ってなんか不思議ですね。世界中で二人だけみたい。先輩どうです、急に一人になっちゃって寂しくなりませんでした？そうですよね、先輩は平気だろうなって思ってました。私と同じで、小さい頃から転校が多かったから一人でも全然寂しくないんです。だから私たち気が合うんですね。ねえ、風にと